で、なんか今日、たまたま僕もその、まあ今、奈良クラブっていうチームに決まって JFL なんですけど、まあめちゃくちゃ面白いチームなんですけど、本当にいろんな選択肢もなんかある中で、奈良クラブっていうチームをこう選択していくことに決まったんですけど、今日、その、こう、まあもともと創設した方だったりとか、社長さんと今日話したんですけど、なんか、こう、日本の、こうスターっていう、スターというか、日本の本当トップ選手、ももちろんいるし、本当に日本中からそういうふうに応援される人もいるけど、でも、ローカルだったらローカルの、要は地域だったりとか、地方とかで、本当にこう、愛されるような活動だったりとか、なんかそういうふうにやるっていうのもすごいいいよねっていう話をしてたんですよね。だから、奈良クラブとしても、本当にもう、何一つこれからぶらすことなく、本当に小さな紙切れでもいいから1枚ずつこう積み重ねていくことがすごい自分らとして大事なんだって、それのこう、まあ、歴史を一緒に作ってほしいみたいな話をしていただいたんですけど、なんかそれってなんかすごく僕も腑に落ちて。